でしょ、どうなってんだこれ。ワイヤー式でしょ。とりあえず、なんか違くねこれ。違くねこれ。取れました。これからねちょっとね室内工作ルーム持ってってね見てみようと思います。切れてないですね。はい、切れてないですね。こちらはい、切ってみましょう。一応ね、まあこんなぼんやり薄暗くはねつくんですけど、こういう感じなんですかね、40のメーターは。とりあえずあのダッシュボードみたいにも電気がついてたんで、まあそれも光が入ればいいかなとは思うんですが、ちょっとねお世辞にもね明るいとはね言えないですよね。はい、まあ光るのを確認できたんで、これちょっとねもうちょっとね、うん、もうちょっとねあのなんかねいい方法ね考えていこうと思います。はい、それではねメーターをねバラしていきましょう。無理か、あパッキンだった。はい、取れました。まあなんか中のシール髄はちゃんとなんかしてますね。とりあえずこれでね、これは洗おうか。これもね、ジャブジャブ洗ってきます。はい。ジャブジャブ洗ってきます。こんな感じです。はい、今ね、水でジャブジャブ、まあお湯でジャブジャブね、洗ってきました。はい。こんな感じでね、ガラス面もね、結構綺麗になったかなと思います。まあ、綺麗、まあまあ綺麗になったと思います。はい、こんな感じでね、うん、素敵なメーターだと思います。はい、はい、あんまいいもんがなかったんだけど、ちょっと今で家に転がってたのはこの 24V 用の現場でね余った LED のテープですね。ちょうど間接照明みたいのをね、あの、棚ライト風なやつをね、ちょっとつけてた時があって、これ余ったんで持ってきたのがあったんですが、これちょっとね、どんな感じかちょっと光らしてんだよな。これね、あんま良くないんだけどね。光らしてみます？どっちだ、プラス。右か？わからない。よいしょ。オン！まあ、こんな感じ。ここちょっと死んでますね。ここは死んでますが。まあ、使うのは、生きてるとこだけ使えばいいんで。生きてるとこだけ使えばいいんで、こことここがダメということですね。はい。これ結構入れたらね、でもあんま眩しくなっても嫌なんで、ちょっとね、調整加減しながらやっていきたいと思います。はい。ではね、早速、準備していきます。
あえずどんな感じ、日本のこの辺で混ぜる感じ、位置的にはこうだね、位置的にはこうだけど出てきちゃったからこうだね、位置的にはこうだね、こうだね、こう、これでいこう、そんなに光るだけでもいい、光らすだけでもいいね。準決出場からで一はい、よっしゃ、これで。この辺に後で固定しましょう、テープで貼りましょう、きれいに、でまだちょっとねどういう風にするか決めてないんですが、とりあえず光らせてみたいんで、メーターをね組む準備をねしていこうと思います。はい、ですね、今メーターをね入れてみたんですが、最初ねここにつけてたんですけど、このねクリアランスが足んなかったんで一段奥にしました。はい、ね本当はねもうちょっとそういう風につけたかったんですが、ちょうどねこのシリコンのカバーがなければ入るぐらいの厚みなんですが、まあ、その前に。いいじゃん。うん、いいね。おお、いいじゃない？これならいいね。うん。いいと思います。これならいいじゃない？うん。そう。少し艶が出るまで。釣りの浮きみたいになってきたな、浮きの先っちょみたいな、ああいいね、さっと塗ったわ、綺麗に塗れるな、うん、よし、あとこれか上か、お前まだだね、ああそうだね、たっぷりピッと塗った方がいい感じですね。うん、これいいんじゃないですかね。はい。はい、こちらがね、今塗ったメーターの針ですね。はい、こんな感じで。まあ、結構、綺麗になったんじゃないかなと思います。なかなかいい感じで塗れてんじゃないかなと。白っちゃけてるよりはね、全然いいですよね。はい。これからね、メーターのフェースカーをつけていきます。はい、はい、とりあえずですね、組み込みの方がね完成しました。でまあ組み込んで電球変えて LED 仕込んでテープライトね仕込んで、このね針関係も綺麗に塗ったんでね、結構パリッとね綺麗に仕上がりました。はい、
ではね、ちょっとね、軽くチェックしてみましょうかね。あれ、暗くないから見えないか。まあ、こんな感じでね、光ってるんですが、まあ、とりあえずですね、はい。これから、車にね、積んで、チェックしたいと思います。はい。まあ、今ちょっと部屋が明るいんでね、わかんないんで、これからね、ちょっと車に積載して、車載してね、取り付けて、チェックしたいと思います。以上です。はい。今ですね、取り付けの方がね、終わりました。ではね、早速、点灯させてみましょう。3、2、1、投入。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ホワイトバランスの関係で白飛びしちゃってますが、見た目はね、すごく綺麗ですよ。はい。これがね、電球ですね。フィラメントですね。まあ、なかなかね、よくできたんじゃないかなと思います。はい。特にね、大きなムラもないんで、いいかなと思います。ちょっとじゃあ引き映像をやってみましょうか。はい、だいたいね、こんな感じですね。引き映像だとこんな感じになります。結構ね、いいんじゃないかなと思いますよ。このね、リレーのね、音がいいですね。本当だったらこんなところに LED 仕込みたくなかったんですけどね、あまりにも暗いんでね。でも LED のね、電球入れるだけじゃ多分ね、光ムラがすごい出るんで、テープ LED でね、ぐるっとやった方がいいでしょうね。はい。そんな感じでね、今回の終了です。以上です。